霧が消えない。まさか耐えたというのか、あの数の侵害に。死にざるこの手でとどめよ。まだわからないのか。お前たちもその目で見ただろう。外の世界にはびこるあらゆるものを食らう化け物の姿を。あの存在がレヴナントのさらなる力の糧となる。進化こそが史上の命題、主としての使命であり望みなのだ。愚かなグレゴリオはそのことを理解できず、赤い霧という檻を作り研究を凍結して殻に閉じこもってしまった。檻の中の脆弱な化け物を駆逐しただけで慢心し、進化の歩みを止めてしまうとは何たる不幸。その結果、化け物どもは悠々と進化を続け、やがてレヴナントをも超越した脅威へと変貌を遂げたのだ。知る由もないだろう。赤い霧という檻がいつしか外の脅威からお前たちレヴナントを守る防壁に変化していたことを。お前たちはグレゴリオに守られていたのだよ。全くの偽善、ヘドが出る。さあ、もうゆりかごは必要ないだろう。共に進化の階段を登ろうではないか。そのためにさらに多くの命を犠牲にするつもりかよ。そんなこと許されるはずがない。進化の速度についてこれない劣等に生きている価値などない。ザレ事を必ず止めてみせる。今を必死に生きている皆の努力を、継承者たちの覚悟、無駄にはしない。排除するのみ。
しろ。避けられるかな。回避に専念しろ。赤い霧の状況を見る限り、シルバーは暴走間際の小康状態にあると考えて間違いないだろう。でもおそらくは時間の問題。暴走を止める方法はないの？分かっているの。確かにあなたならシルバの侵害を受け継ぐことができるかもしれない。でもそれはつまりシルバの意志を継ぐということでもあるの。世界を維持するためには赤い霧が必要だ。永遠とも言える時間をあの玉座で過ごすことになるだろう。お前にその覚悟があるのか。あなたは一人じゃない。私にできることなんて何もないかもしれないけど、それでもきっと一緒に歩いていくことはできる。その重たそうな荷物、俺にも背負わせてくれよ。